皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。まあ、グリップテープたくさん種類あるんですけれども、果たしてどのグリップが一番ウエット感が強いのか、そちらを検証していきたいと思います。はい、では、今回比較するグリップテープなんですけれども、3選手この3つの製品を比べていきたいと思うんですが、まずこう第1のコースですね。第1のコース、はい、ウェットスーパーグリップ選手ですね。まあ、ヨネックスさんから出ているグリップテープの中でも、まあ、どこでも買えます。ほとんど日本中これ売ってないところないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、ポピュラーなグリップテープですね。まずこちら、そして第2のコース、はい、これもやっぱ知る人ぞ知る2の大好きなボーブランド選手ですね。こちらと、そして第3のコースですね。はい、ダークホース5戦のオーバーグリップ選手ですね。スーパーグリップと書いてあるんですけれども、まあ、果たしてこの3機種の中でどれが一番ウェット感があるのか検証していきたいと思います。では比較の仕方なんですけれども、このようにグリップテープをですね、カゴに結びつけました。はい、こちらに重し乗せていきたいです。今回重しコカコーラでございます。さあ、コカコーラまず 450g、 どれぐらいまで買えますか。おお、まずまあまあ1本余裕ですね。まあ、さすがヨネックさんのグリップテープ。はい、2本目、おお、2本目結構伸びますけど落ちる様子ないですね。3本目いきましょう。おー怖い。あー、でも耐えてる。すげえ。これって500ミリですよね。500ミリ入ってるんで 1.5 キロ耐えてると。おー、すごいですね。4本目、あ、もう無理かな、無理かな、耐えた。すっごい伸びてるけど耐えてますね。で5本目いきますよ。ちょっとこれ早い。こわ、おー、はい、というわけで、ヨネックスウェットスーパーグリップ選手はコカ・コーラ4本分ということが分かりました。では次のグリップテープいきましょう。はい、では第2コース、ボーブランド選手ですけれども、まあ、先ほどはね、4本半、もしくは5本目で取れてしまったんですけれども、このボーブランド選手のグリップ力はどれぐらいなんでしょうか。さあ、まず1本目のコーラ、ね、まあ1本は余裕ですね。まだまだ余裕の見えるボーブランド選手。2本、まあ、3本といきましょう、続けて。はい、どんどん行こう。さあ、問題の4本目、ちょっと結び目が危険だが、なんとか4本耐えましたね。さあ、次5本目いきましょう。運命の5本目です。5本耐えた。すごいグリップ力、ボーブランド選手。さあ、次は6本目、6本いけるか。すごい、6本。7本目いきます。どこまで行くんだボーブランド選手。これはやばい、グリップ界の室伏広治。どんだけパワーあるんだボーブランド選手。2、4、6、7本。さあ、8本いきましょう。ああ、怖い、もう置けない。まだまだ全然いけます。という9本目、とんでもない記録を叩き出したボーブランド選手。もうカゴに乗るけど想定外の重さにも耐え、9本耐えた。9本目。さあ、10本目のコーラを。すごい、これはとんでもない記録ですよ。もう乗らない。 10本ですので、5キロの重さに耐えました。上から見るとこんな感じです。もうこのたった5センチのグリップ力だけでコーラ10本を支える圧倒的なグリップ力、ボーブランド選手、これは凄まじい記録が出ました。はい、では最後の選手、第3のコース、5戦のオーバーグリップ選手ですね。実はですね、あまり知られてないかもしれないんですけども、こちらのグリップかなりウエット感強いんで、個人的にダークホースとして期待しています。では行きましょう。まあまあまあ1本はね、まあ、通りです。さあ、3本、安定感ありますね。ちょっとね、ボーブランド選手とかでね、そのウェットスーパー選手に比べてやや厚みというか幅があるんですね。というのもあってウェット感は結構強めです。さあ、楽々と5本をクリア。さあ、ここからです。あんま伸びないんですね、引っ張り風船強い。さあ、6本7本、おー、7あたりから語りきた。さあ、ボーブランド選手を超えれるのか。怖い。さあ、残りのコークはあと2本。この2本を耐えれば凄まじい伸びてますけれども、お、さあ、お、うまいこと入れるのが難しい。なんということでしょう、5戦のオーバーグリップ選手もなんと10本を超えました。ということで、さらにここから延長戦に入りたいと思います。何本までいけるんでしょうか。お、
というわけで追加の素晴らしいお茶です。内容量は同じ 500ml11 本12本、もうグリップが持たない、12本が限界なのか。さあ13本、もうカゴが持たない。というわけで測定不能ですね。グリップ力は超強いですね。というわけで13本乗せた大瀬のオーバーグリップ選手、すごいですねこれ。はい、というわけでボブランド選手にもね延長戦をやってもらいたいと思います。まあ、まずはコーラを軽く10本、もう10本以上乗ると思わなかったのでさっきは10本でやめてしまったんですけれども、あ、10本で切れてしまいました。先ほどのツケが回ったようでボブランド選手ちぎれてしまいました。やはり10本が限界だったのかもしれません。皆さんいかがだったでしょうか。優勝はゴーセンさんの、オーバーグリップということになりました。おめでとうございます。というわけでですね、今回単純に比較したのはこのウェット感が強いからいいグリップだよ、ウェット感が低いから悪いグリップだよということを目的にした動画ではありません。ウェット感の強いものやウェット感の弱いもの、お好みによってねグリップっていうのを選んだ方がいいと思います。力の弱い方であればウェット感の強いグリップを、力の、握力の強い方とかグリップチェンジを良くする方はウェット感の弱いものを選んだ方が結果的にはプレーの質は上がります。ですので、たくさんのグリップがありますのでラケットハウスキングで皆さんのお好みのグリップを探してみてください。また、このグリップとこのグリップ比較してほしいというようなことありましたらコメント欄に書いてください。ではこの動画を見て面白いと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。